エニセイスクの紋章エニセイスクは、ロシア連邦、クラスノヤルスク地方の都市で、エニセイガの下市に位置する。人口は2394人、22891人、2万人。1月の平均気温は、マイナス22度で、真冬の気温はマイナス24摂氏34度。7月の平均気温は18度で、真夏の気温は18摂氏30度。 1750年代に建立された旧政試験社会協会エニセスクは1619年、コサックによりシベリア進出の拠点の一つとして、エニセーガー沿岸に築かれた。当時は柵に囲まれ外敵の攻撃に備えた町であった。1635年に町となり、17世紀から18世紀にかけては東シベリアへの玄関口として、その植民地下の拠点となったため、 シベリアの町々の父とも呼ばれる。かつては、ロシアの金の9割は、エニセイスク近辺で採掘されたほか、東シベリアの先住民から集められた毛皮が、モスクワに向かう通過点でもあったため、金、毛皮交易で、大いに繁栄した。またエニセイスクは17世紀から18世紀にかけて、シベリアの宗教の中心ともなったため多くの教会が、残り、 ロシア連邦政府の世界遺産暫定リストに登録されている。またヨシフ・スターリン時代には北方のグラグへ送られる交流者たちがエニセースクで船に乗せ替えられた。ありがとうございます。